手をお送りしましょう。どうもありがとうございました。それではですね、次のプログラムに移っていきたいと思います。但是我们现在有非常多非常多的一个单元，同时间我们非常感恩，我们做了三年以后，我们说希望一季来一个，可是我们几乎每一周都可以来一个甚至两个，到后来来三个的时候，来三组。この鬼神登場ということですけれども、一期ごとにですね、一人ゲストを、ゲストを招いてですね、非常に様々な分野で活躍されている方々からのですね、パワーをいただければというふうに思ったので、この名前をつけて、タイトルをつけているんですけれども、まあ実際ですね、現在は、まあ毎週ですね、ゲストをお招きしてお話をしていただいています。そして本日はですね、辻基金会のですね、ヒューマンリソース部ですね、人事部門で働いていらっしゃいますコウさんからお話しいただく予定です。コウさん、そしてソウさんからもですね、お話しいただく予定です。そしてですね、お二人ですね、現在、高尾に来てくださいました。无论是文代、淑娟，还有包括韵玉，他们都是从以前大陆昆山跟我们连线，然后回到台湾成为我们的。三十分のこのお話のためにですね、カレンから高尾まで来ていただき、非常に嬉しく思います。どうもありがとうございます。我昨天就是跟我们的一个团队，美国的团队，然后他们即将。そして、こちらのですね、毎回のですね、ポスターを作ってくださっている皆さんです。そしてこちらのですね、ポスターのデザイン、そしてポスターの文面を考えてくださっている方もですね、非常に多くのメンバーがいらっしゃいまして、バトンタッチのような形で、業務を行ってくださっています。どうもありがとうございます。そしてですね、先ほどの健康チャレンジ21話クアラルンプールから始まりましたけれども、すでに世界各地の18カ国地域で、始められています。このように毛筆を手に取ってですね、字を書くことはアメリカで育った皆様にはですね、難しい部分があります。ですので、こんなに大きいのにどうして字がこんな感じなのかとびっくりする方もいらっしゃいますけれども、皆さんアメリカで育った方ということで、今までは毛筆を手に取る機会がありませんでした。親切的问候与关怀是每次慈济之工来到店里必做的事情。こちら、ソウさんもそのうちの一人ですね。そしてこちらですね、高槌募金をカレンの、お店、カレンの現地のお店で進めています。ご協力いただきましてどうもありがとうございます。こちらこそありがとうございます。ということで、お店だけではなくですね、お客さんを巻き込んでですね、このように善の行いをしてくださっています。そして、この若いですね、経営者もですね、毎月の売上の 5% を
を募金として土地に渡してくださっています。このように売り上げの一部がですね、地裁を通じて各国外の困っている皆さん の、まあ、助けになるのであれば非常に意味のあるですね、消費だというふうに思っています。彼の555件のお店がですね、このような活動に参加していると聞いて非常に驚きました。そして、このように少しずつでありますけれども社会の力になれるということで、非常にですね、嬉しく思っています。それでは本日のゲストですね、コウさんとソウさんをお迎えしましょう。お願いいたします。皆さん上にどうぞ上がってください。線上还是来现场。那其实要是以前就没有选择，疫情以前所有。こちら皆さん高尾の仲間ですね。可是疫情以后，我们突然。今日このように皆さんにお話をしてほしいっていうことを話したときに、このように現場に来ていただいた。可是他很有诚心跟诚意，就觉得我一定要来主场。コロナ前まではどんな講座の先生もどこにいてもみんな来てくれました。しかしコロナがあってから私たちは皆さんに選んでくれるように言っています。そしてこのように今日わざわざ30分のために来てくれたっていう話をすると、絶対に現場に行ってこのパッション、皆様の熱を感じたということで、とても嬉しいお言葉をいただきました。このように私はいつも司会者、そしてイベントとしてマイクを取ったりいろんな準備をすることがあります。そしてある日やった時に、皆さんが 私を待ってる、で私が起きなかったということですね。起きなかったのはその数日間がとても忙しくて起きれなかった。そしてその次の日、私はコウさんに絶対に私のことを起こしてくださいってお願いしました。で私もこのようにコウさんにお願いしたっていうことを分かったらとても安心しました。そして次の日、本当にコウさんも私を起こしてくれたんです。そしてその後にしたんですけど、彼女は私を起こすために家に帰らないで本飲食で4つの目覚ましを準備して私を起こすのを準備してくれたのです。このようにとても真面目で人を助け、そして私のためにやってくれる。今天我们在这里就是要让世界各地所有全球的家人，我们可以这样子做，让爱心商店是个遍地开花，尤其我们高雄的家人。好，明珠师姐在这边呢，就是我们。このように私たちのチームにも絵がうまい方、そしてポスターを作る方はいらっしゃいます。所有有缘的家人来形成一个互动，所以今天呢，他们会娓娓道来。并且以寄心登场、能量昂扬这样的一个单元来跟大家分享这个主题，我们热烈掌声欢迎秀珍，也请慧茹先回。そして今日このような形を持って現場に来ていただき、世界各国の皆さんでこのライブを通してつながっていく形を試してみたいと思います。皆さん拍手でお迎えましょう。他の方はどうぞお席にお戻りください。こちらでちょっとパワーポイント準備しますので少々お待ちください。準備 OK ですね。証言欲しいお師匠さん、そして現場の皆様、そして世界各国の皆様、皆様こんにちは。私は土地基金会のコウと申します。今日このような講演をいただき、
参加できることができてとても嬉しく思っております。私と先生はとても仲良しで、今日このように来れてとても嬉しいです。今日先生にこのお話を聞いたとき、私は私の仲間を一緒に連れて臭豆腐を食べに、臭豆腐を食べに行きました。先ほどビウン先生も私とビウン先生の間の物語を話してくれましたね。先ほど言ったように私も本当はそこまで早起きではないですね。しかしこのように通知に何年も参加したとき、私はどん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 早起きになりました。そして日々真剣に仕事をするという気持ちが変わったことはありません。そして私はビヨン先生に今年の3月に高尾に来てほしいと誘われました。そして今月10月末に気づいたのは、今日私が通知に来てちょうど30年なんです。そしてこの30年から今まで私は通知から離れたことはありません。そして通知に入ってもこの30年間乗り切れない困難はありませんでした。そして20年前ボランティアの方たちは私の笑顔の関係でモナリザと呼んでくれるようになりました。私が笑う顔がモナリザの微笑みに似てるということです。時は経って青春もずっと残っているわけではありません。しかしこのように因縁があって私は愛心公募のお母さんになれることとても嬉しいと思います。そしてサカさんもこのように絵を描いてくれました。このように私のそのボランティアの心、そして土と携わって、このように竹の貯金箱、そしてチャリティーコンビニの家庭はとても楽しい、とても簡単なものではありません。しかしこのように一歩一歩進んで30年の道を歩いできたことをとても感動すると作ってくれました。私もとても自分は運はいいと思います。そして2019年の4月3日から執行長から任されて、そして今日まで歩いてきました。そして何、チャリティーコミとは何でしょうか。このように皆様が見ていただくと、愛心商店売上の毎月の売上の 5% を災害復興金として募金しています。そしてこちらの容器投函では1つの袋の売上につき3円を募金しています。そして KK マイクがついた商品が売れると95円の台湾ドルを募金しています。一番簡単な方法はスチさんの文物センターや長さんの小児科のように愛の貯金箱を設置していただくことです。そして愛を広げること、そしてお客さんにも愛の心、そして人を助けることを簡単な形で実行することができる。このようにどのようなお店が愛心商店なんでしょうか。このようにポスターが貼ってあるところ、そして竹の貯金箱があるところが愛心商店です。画面にある写真が竹の貯金箱です。そして法律の内容に合うために、私たちは1年に1回新しい竹の貯金箱を皆さんお店に準備させていただきます。そして私たちも貯金箱を置くわけではなく、お店の方とのコミュニケーションも大事にしております。このように皆さんがよく私に聞くのは、どうやって募金を集めたのですか。私は基本的にこの貯金箱を
いつもそばに置いてます。そしてバイク、そして車、オフィス、カバンの中、すべてに置いてあります。そしてどういうんですかとよく聞かれるんですけど、もう簡単に一言だけです。すみません、お宅のお店で竹の貯金箱置いてもいいですか？なので1分間以内に答えを知ることができます。1つ目はいいですよ、1つ目はできません。なので40分で私は11個のお店に貯金箱を送ることができました。そして探す商店も何でも探します。野菜を買うとか、朝ごはんを買うとか、食べに行くとか、洋服を買うとか、お店であればすべてお話を持ちかけています。このように息子の携帯を買ったり靴を買ったり、すべて話をかけています。そしてすべてスムーズなわけではありません。私も21回連続的に断られたこともあります。こちらを見てください。彼の中山路にある豆乳店のオーナーです。このように見た目は怖いかもしれないけど、とてもいいオーナーでした。そして目標は1年200個の安心商店を増やすことです。そして東南門の夜市のお店で声をかけてくれた方がいらっしゃって、聞いてくれる方がいました。そしてこのように安心商店もその菜食と肉食で分けることはないと、どんな方でも愛を皆様に分かち合うことができると言いました。そして彼女は原住民だけではなく、土を原住民の方も好きでいらっしゃって支持してくれています。そしてお客さんが多ければ多いほど安心商店の募金も増えます。このように安心商店を通して会員以外の人々と触れ合うことがたくさんできますね。私はいつもバイクを乗っています。そして雨でも風が強くても、太陽がすごく大きくても、私は怖くないです。このようにできる限りのことをしたいと毎日生きています。私の子供は1人、過動症の子供がいますが、このように通知に参加して、私も自分の支援を使って皆様にこのように通知を届けたいと考えております。そしてこのようにお店の方も私の家の子供にとてもよくしてくれています。ここに安心商店は一つの一緒ブリッジ、橋のようですね。このように土地人の安心商店、そしてボランティアは
見ました。このように愛を見れる、そして愛を食べることもできる、いろんな形で話すことができる。那对他们而言，很多都是外地来的，对花莲不熟。那可以因为如此，他们就愿意留下来。然后，で私たちは、私は以前まで人事部にいたので、そのような経験もありますし、慣れていますので、高尾以外の方、そして彼にあまりいらっしゃらない方も私たちに参加してくれています。そして2019年4月から今までこのように愛心商店を手助けしてくれる方、そして愛心商店のおかげでこのように通知に加入できた方、どん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 増えてきています。で、私は先ほどおっしゃったようにボランティアの部分では人事幹部を担っております。このように区徳をまたぐだけではなく、今年からいろんな市をまたぐのおみ、そして土の人だけではなくて、私たちの愛心商店も区をまたぐような形で今年から始めています。そしてこの愛心商店をその区だけではなくいろんなところ、そして愛をどん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 たくさんの方につなげていく。そしてコロナの時期にお店はとても苦しいと思います。しかしこのように愛心商店で通知の手伝いもあり、なんとか今まで残ってきた方もいらっしゃいます。そして台湾全国だともう3000以上のお店が愛心商店に参加しました。そしてタイにもあります。そしてマレーシア、マレーシアには2020年今年の11月から始まりました。そしてタイは来年から起動する予定です。そして愛心商店はこのように善のいい縁を結べること、そしてその場にとらわれず全国で私たち土の愛をこのように引き継ぐことができると思います。どうもありがとうございます。そして次はファイルボランティアにお願いしたいと思います。お願いいたします。皆さんこんにちは、私は文書の総と申します。本日は高尾に来てですね、この愛心商店のお話について皆様に紹介できること非常に嬉しく思います。私は文書に所属するそうでして、研修とですね、見習いの研修課程を終えてですね、来年は実際にトレーニングを受ける予定です。そしてですね、この見習い研修をですね、通過するには、合格するにはですね、このように愛心商店に参加いただくですね、店舗の数をですね、達成する必要があります。もともとですね、彼に来たときはですね、非常に恥ずかしがり屋で、人と接することが結構恥ずかしかったんです。恥ずかしかったです。そしてですね、私の
上司や周りの人々は皆さんですね、辻の方々だったので、非常に、まあ、ですね、プレッシャーを抱えていました。じゃあ、この愛心商店の、まあ、プロジェクト一緒にやらないというふうに声をかけていただいて、で、まあ、夜です。実際に、コウさんとですね、一緒にですね、臭豆腐のお店、に、臭豆腐などを売っているお店、そして、まあ、クレープを売っているお店に行きました。まあ、仕事を終えた後に、まあ、夕食を食べるついでにですね、まあ、竹筒募金を置ければなというふうに思っていたんですけれども、竹筒をくださいよというふうに声をかけられました。そして、まあ、そして、まあ、本人はプロテスタントの方なんですけれども、この竹筒募金をやりたいということで声をかけていただいて、実際にその日ですね、夕ご飯を食べただけでですね、まあ、3人、3つの店舗をにこの、竹筒募金をですね、お渡しすることができました。ですので、またですね、同僚たちと食事をするときにもこの活動を進めることができます。同僚は、まあ、様々な別の部門で仕事をしていますので、このように、まあ、部門を超えた食事をするときに、話をしたりしています。またですね、メガネ屋さんですとか、まあ、バイク屋さんですとか、まあ、生活に関わる様々な商店に声をかけることができます。このメガネ屋さんはですね、この経済的に、まあ、厳しい家庭で育っている方に、子どもたちにですね、無料で、まあ、メガネの、まあ、庁舎ですとか、まあ、メガネを作っているということで声をかけるとですね、あ、いいですよということでですね、心よく快諾してくださいました。そしてですね、こちらはですね、またですね、まあ、平日は私は工術士の仕事をしているんですけれども、まあ、休日にこのように、まあ、Facebook の、まあ、投稿を担当しています。でこちらはですね、100年ほどの歴史を持つ、まあ、醤油屋さんなんですけれども、まあ、この醤油屋さんのですね、創設者の名前、まあ、会社の名前で、辻物語を検索してみるとですね、まあ、私も歴史が専門ということで調べてみたところですね、非常に昔からこの募金をしてくださっていたということが分かりました。そしてこちらの鍋屋さんは桃園からカレンに引っ越してきてくださった人で、もともとは子供服を売っていたそうなんですけれども、まあ、菜食を進めたいということで、菜食、そして、菜食と、まあ、あとコーヒー、あとは、まあ、子供服を組み合わせたお店をやっている方々もですね、非常に面白いなということで、Facebook に投稿させていただきました。で、こちらが我々の文書が作成した五毛の力という本とですね、まあ、困難を克服していく実際の道ということで、まあ、私たちの成果でも仕事の成果でもあります。そしてですね、コウさんが私を連れてさまざまなお店の訪問に連れて行ってくださいました。こちらはですね、チンさん、右の写真のチンさんは辻物語の初代の責任者になります。そして左側のイクラク社はですね、こちら、
李さんの息子さんである江さんという方で、このようにですね、このようにですね、昔から辻の活動に携わってくださっている江さんのお話を聞けて非常に光栄でした。そしてまたこちらはですね、辻のボランティア診療に携わってくださっている張医師、そしてそしてですね、もともとですね、ボランティア診療所があった、まあ、ところはですね、今イタリア料理になって、イタリア料理屋さんとなっているということで、このように歴史を、まあ、遡ることによってですね、まあ、愛心商店のに参加してくださるお店をですね、まあ、増やしていくこと、そして、まあ、この歴史を感じながら、まあ、このようなですね、この場所はどういうふうにして始まったのかということを感じながらですね、愛心商店を増やしていくことができるというふうに感じています。そしてこの写真に写っているのは研修のを共にですね行った皆さんです。そして、まあ、チームの仕事をしながらですね、まあ、その、まあ、仕事が終わった後、あるいは休日にですね、この竹筒募金を広めていくという活動を行いました。非常に彼女たちに感謝しています。一緒にですね、この菩薩の道を歩いていけることに非常に感謝しています。そして、高尾オンライン勉強会にですね、についても感謝しています。この50年間ですね、まあ、様々な困難を乗り越えて土の道を歩んできた菩薩の皆さんに感謝しています。どうもありがとうございました。江さん、ぜひぜひ前の方に出てきてください。またですね、話し足りない部分があればぜひ話してください。私がマスクをしてますので、お二人はぜひですね、マスク外していただければと思います。ぜひ私が話している中でですね、何かあれば補足していただければと思います。ぜひ皆さんもですね、この愛心商店というプロジェクトについて理解いただけたのではないでしょうか。このように愛心商店に参加しませんかという言葉の裏側にはですね、非常に多くの、ストーリーがあるということを皆さん感じていただけたのではないでしょうか。感動したこと、あるいは質問についてですね、何かありましたら、ぜひコメントお寄せいただければと思います。非常に愛のあふれる素晴らしい美しい都市です。彼は愛にあふれる非常に素晴らしい都市ですね、というふうにコメントいただきました。お二人の声も非常にいい美しい声でしたとコメントいただいています。他住哪里？直接告诉大家。彰化。对，是彰化的芬兰师姐哈，她写了很多，说爱心商店是最好的播散种子的好机会，深信人人是佛。まだ時間がありますので、ぜひですね、話し足りない部分があったら、ぜひ補足していただければと思います。召喚にお住まいのボランティア、こちら江さんもお知り合いのボランティアからですね、コメントいただいております。どうもありがとうございます。
イランにお住まいの方も、コウさんの声がですね、非常に美しい声でしたね。本当に、母親のような優しさを感じました。どうもありがとう。愛を感じました。どうもありがとうございます。我们高雄的美玲也说，秀珍师姐声音真的好好听，好像天籁。你看这样子，他们家那个过动儿，他一直讲到他们家过动儿。小王子，我从小就看到他已经长成这样。北京の秀さんからもですね、コウさんの微笑み本当にモナリザのようで、声もすごく美しい声ですねというふうに。对，所以这个妈妈哈很用心，即便遇到。小王子这样人家觉得过动而不可是他非常的有耐心而且把他培养成你看他得到最大的奖是什么妈妈直接说不要害羞小王子他高中的三年哦就是可以说是全国最强的高中生就是そしてですね、コウさんの息子さんもですね、多動のような傾向があったんですけれども、高校の時、高校2年生の時にですね、小王子好像你曾经也贴过的，他曾经被代言什么？是不是有一个？他有在代言服饰跟营养品。所以你看看，所以高校生の時にですね。在我们那个又更早的时候，过动儿，因为我当老师知道，我们其实对于过动儿这个部分，那现在是有更多的一个状况。可是你看，他是很忙的一个妈妈。高校生の時からですね。整整三十年，在今天呢，我们的他就跟我讲说，老师怎么那么巧了，我要来。那さまざまな賞を受賞して、またですね、是他整整来慈济做慈济三十年。またですね、広告を取ったりですね、往復服飾や、健康食品のですね、広告を取ったりしたこともあるそうです。そして、そのように、多動傾向のある息子さんを育てながら本日で基金会で仕事をして30年ということで本当に素晴らしい母であると同時にですね、多動という部分を抱えながらもですね非常に立派に育て上げたということで、コウさん本当に素晴らしいですね。跟他们去走商家，所以我知道那个部分。好，所以我们非常非常的感动，大家第一个时间点都很愿意。本当に多くの人々に辻のを広めるにはですね、実際に赴いてやり取りをすることが大切ですね、大切だと感じましたとコメントいただいてます。ありがとうございます。このたくさんのコメントをすでにいただいておりますけれども、またですね、振り返りの動画でですね、ご覧いただいた方々からもですね、フィードバックや感想などいただければと思います。ありがとうございます。我们就是到了商店以后就说你愿意让我放竹筒吗那就会只有两个答案叫做什么このお話いただいたパワーポイントもですね、さまざまなルートから1900名以上の方々にシェアすることができますので、皆様のお手元からもっと多くの人にですね、お伝えいただければと思います。ぜひいいですね、竹筒募金を置いていただけませんかということで、はい、いいえのですね、いいですよ。結構ですと、本当にどちらかの答えしかありませんので、このような、気持ちで進めていただければと思います。锦叔说：“感恩秀珍师姐好美的声音，最美的项目，妈妈一句一句的爱心商店遍地开花，永续绽放。”吴家静也赶快来加油说：“秀珍师姐很棒，爱你哦！”然后你在脸书是叫做莲花，对他们说莲花加油，就很多人我一开始也看不懂，后来说莲花加油哈。コウさん非常に美しい声、そして素晴らしい母親ということで、お話聞かせていただきどうもありがとうございました。深如推广爱心商店。信愿。
爱传信心毅力和勇气是真如组合的全面诠释长春的刘春珠说雲南からもコメントいただいています。甜甜的淡淡的师姐用真诚心甜甜的声音木心木爱好非常的感恩哈，谢谢大家。我没有念完的地方，邱月逢你也说爱心商店遍地开花，祝福哈。好，也是我们来自北加州的 Leon 刘喜明师兄吗？啊 ，Leon， 好，爱心商店全球看，你用英文。すべてご紹介しきれませんけれども、皆さん多くのコメントいただきましてどうもありがとうございます。そしてカリフォルニアのウィリアムさんからも英語でコメントいただいております。どうもありがとうございます。我们热烈掌声再次感恩慧茹、秀珍，谢谢，感恩你们莅临。高雄主场也感恩我们高雄职业同同仁的一个。多くの方々のいいね、そしてシェアどうもありがとうございます。拍手で、改めまして2人にお二人に拍手をお送りしましょう。どうもありがとうございました。あ、カレンからですね、高尾にお越しいただきどうもありがとうございました。孩子们因为难得有热食吃用吞的方式真的很不舍感觉特别强烈感恩上人创造慈济约旦有慈济让和慈济有缘人有饭吃有书读医疗手术尊重生命救了多少生命我这一次因为金帐演艺秋华师兄跟他们家师姐包括我们的绿青师姐他们一群人都有到高雄我有见到但是他们因为行程是满档的可是我还是要努力秋华师兄我直接呼吁你好不好你真的完全礼拜三都没有一个空档吗好来主场见见我们好老朋友好不好这边我们的金璇师姐在苏州说每次到达主场都受到慧玲师姐照顾多多她也是安定人心存在真的是给人温暖的慧金沟那威荣也说感恩袁慧玲师姐的引导感恩人生路上各个遇见毎回ですね、高尾の会場に行くとですね、非常に温かく